失われた世界は、1912年に、アーサー・コナン・ドイルが書いた SF 小説。児童向け放題には、生きていた、恐竜、恐竜の世界などがある。なお、本作の主要人物、チャレンジャー教授とシリーズについては、チャレンジャー教授を参照。愛する女性のために実績を上げたいと考えていた、新聞記者エドワード・ダン・マローンは、 古生物学者チャレンジャー教授を紹介される。彼の家を訪ねると、彼がアマゾンを口で古代に絶滅した生物たちが生き残っているという失われた世界を発見したことを知らされる。教授はそれを学会でも述べて、その知恵の探検旅行を提案する。マローンも名乗りを上げ、チャレンジャー教授に批判的なサマリー教授や、世界的冒険家のジョン・ロクストン教らと共に、 南米のアマゾン流域へ向かう。川を遡り、ジャングルと沼地を抜け、たどり着いた、失われた世界は、平原に喫立する巨大な大地にあった。直接に登るのが困難なことから、隣接する岩山に登り、その頂上の大木を切り倒すことで丸木橋を作り、一行はそれを渡って、目的地にたどり着くが、ロクストン橋に恨みを抱く、案内人にその橋を落とされ、 帰り道をなくしてしまう。メイプルホワイトが残したステゴザウルスのスケッチ大地は驚くべき古生物たちの世界であり、一行は様々な生き物に遭遇する。見るものべてが新種というありさまで、しかも恐竜の類が多数生息していた。ある晩、マローンは一人でキャンプを抜け出す。肉食恐竜に追われるなどの冒険の後キャンプに帰ってくると、 テントは荒らされ教授たちはいなくなっていた。凶悪なエンジンの群れに襲われ、連れ去られたのである。なんとかエンジンの村から脱出した教授たちとマローンは、エンジンに圧迫され虐殺されていた人間の、原住民たちと協力し、エンジンたちを滅ぼす。そして、原住民から教えられた、秘密の通路を通り、失われた世界を脱出した。ロンドンへ戻ったチャレンジャー教授は、学会で、 冒険の成果を発表するが、もちろん誰も信用しない。このことを予見して秘密裏に運んできた大きな箱を人々の目の前で開けると中から飛び出してきたのは翼竜のプテロダクティルスであった。翼竜は南米の方向に逃げ去ったが、チャレンジャー教授たちの話は事実であると証明され、彼らは一躍時の人となった。ありがとうございます。